なんか死んでるやついね。いつもの感染病がちょっと感染しとるやん。あ、お前どこにいるこれ。あ、ナイス。なんだ、何が起きて、何なんだこいつは。南アフリカワールドカップ、あ、違うな、ブラジルか。なんでやねんこいつ。あ、怖っ。うわ、 PK。 どっちが。コロンビア。え、あら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 。出た出た、この展開。あ、フリーキックやった。え、入れられた。入れられた。あら。おい、あらあら。じゃあ1-1ってこと今。はい、もう日本終了のお知らせでございます。それはまだわかんない、あと60分ぐらいあるでしょ。ダウンさせた。資源こう。あ、死んだ。オッケーオッケー、ダウン。ナイス。オッケー。ナイス。あれ、高校がサッカー部？いや、高校までです。そっか。佐々木は？僕も高校までやってましたよ。え？あ、そうなの？はい。あ、そうなんだ。だから校も盛り上がってるんですよ。いろんなことやってました。それはな。サッカーは部活でやってて、その他にいろいろ習い事でやってましたね。例えば何やってた？柔道、柔術、総合格闘技ですね。はい。うん、サッカーは本当に中学の時なんて秘密基地作って遊んでましたからね。本番で力発揮すればいいでしょっていう考えで。なんかサッカー部とバスケ部のやつらはいつもモテてたっていうイメージだな。ああ。山本さん、それ、傷つくんだよな。あ、喧嘩始まるぞ、これ。俺が重要な試合で点決めて勝ったと。俺じゃなくてアシストしたやつと思って話されました。褒め方いろいろあるよね。あ、新武器来た。あ、本当にちょうだい。やったー、新武器来たー。皆さん来ました、ついに。何やこれ。うれ、あー、きちっかー。あー、もう無理。42。なんでしょ。おっとー、よっしゃー。さすが日本代表。コロンビアにはならんぜ。あ、え、取ってない。お前、おれ。なんかスイッチはドンカツ取りやすいって言ってましたよ。本当に？まあフォートナイト知ってる人からしたらやりやすいでしょうとは思う。佐々木はスイッチ持ってるの？持ってないですね。僕ニンテンドーはちょっと。そうなの？はい。え、スマッシュブラザーズ買わないの？買います。買うんや。今決めたらそれ。何それ、どういうこと？いや、スマブラは、スマブラ違うじゃないですか。だってもうみんなのスマブラじゃないですか、あれは。え、でも任天堂じゃん。何を言ってるの？出るキャラ、あれは任天堂じゃないっす。あ、任天堂の集大成っすね、もうあれは。あれは任天堂じゃないっす。ね、今作ね、めっちゃ歴代のキャラ出る。全キャラ出るんでしょ。全キャラ出る。8人対戦が可能。8人対戦可能？天下一武闘会できるやん。どこいる？やった、オッケー。おい、あぶねー。うーわ、マジか、弾が見えた。あ、当てられた。さあ、チレゲ選手、残りは敵4人です。敵4人でございます。来た、ダウン。さあ、チレゲさん、ナイスダウン。さあ、こっから、あーっと、おお、自滅した。ロケランで自殺した。上上、カッパの上にいる。うわー、ワールドカップ優勝だ。日本最高。日本今日本どうなってんの、サッカーは。1-1でございます。まだ1-1でございます。まだ勝機ないよ。日本日本決めた。え、嘘。誰誰誰誰。玉田何年だよ。玉田大迫かな。嘘、大迫、マジか。決めました。日本日本ありがとうございます。大迫インタビューで言ってました。僕の出来次第でワールドカップの結果変わります。本当に有言実行してきた。あっ、よし、 OK。 嘘、あー、ポンプじゃなかった。あー、後ろ。頑張れ、チレゲ。それ頑張れ。ナイス。あと一人、そこ、下。頑張れ、チレゲ。あいつらないよ。あっ、ダメ。あっ、あー、日本日本最高。なんだこいつ、めっちゃ佐々木についてきた。なんだこいつ。佐々木ちょっと一回外行ってみて。佐々木外行ってみて。おい、佐々木、磁石かよお前。佐々木踊ってみて。反応しないで。何こいつ。ずっと真顔で見てる。日本勝った。え、
日本勝った。やったー。そこやばいやばい、行くな。おい佐々木戻ってこい、そいつも行くから。ちょっと佐々木、お前ふざけん、磁石かお前は。皆さん、あれ皆さん、皆さん、来たよ来たよ。皆さん誰だか分かりますか？自己紹介をね、はい、させてください。はい、どうもこんばんは、ナダルです。私アキネコ歌を作りまして。あら、はい、何ですか？でそのねタイトルがトマトタウンの歌っていうのをね作りまして、ちょっとねあの曲30秒しかないんで、ちょっとぜひちょっとだけ始まる前に、うん、聞いてもらっていいですか？皆さんに流すんで。いいですよ。じゃあ、じゃあ流しますよ。じゃあ、秋猫が作った、あの、トマトタウンの歌、あ、聞いてください。あ、ごめん、広告が。あ、大丈夫、大丈夫。あれ、あれ、あれ、あれ。じゃあ、流れますよ。両地。じゃあ、大丈夫です。はい。はい、これあの、あ、なんですけどね。なるほどね。そうですね、ツイッターにもね、あのアップされてるんで、あの、YouTube とツイッターでアップしていまして、ね、ちょっとあの、これでちょっとアキネコ、もう一回ちょっとね、うん、あの、バズろうかなと思ってます。あ、バズろうか、これ。はい。ちょっと、もう一回ワンチャン。これちょっとみんなで見てもらって。はい、ここは、じゃあ、通行とはどこにあるんですか？ここは通行とは？そうですよね。そうだね。行きましょうか。やっぱこの勢いが、ね。すいません、あの、僕、うん、どうした？あの、ちょっと、うん、着地地点間違えました。え？すいません。絶対違うやん。全然トマトタウンじゃないやん。ちょっとお時間をください。ちょっとあのさ、そっち行くんで。本当にトマト愛してるの？え、今日は大丈夫ですか？切れたりしないの？全然そういうあ切れるとか言うんじゃないんで、ね。ああ、切れるとか、うん。確かに1週間前コントローラーを壁に投げて穴を開けたけど、それくらいかな。ちょっと後悔してる。それが問題なんだよな。なんだろうな、壁の後ろの石膏ボードが割れちゃってたからどうしようかなって。あれ？うん。やっぱり新武器っていうのはやっぱ形勢逆転。できるっていう意味ではかなり強いと思う、うん、あともうちょっと相手のあともうちょっと削りたいっていう場面でそれを使うことによって一気にね、うん、確かに相手倒すこともできるからね、うん、本当に使いどこだと思う。確かにね、使いどこ難しいな。あれ結構みんな上どんどん上行っちゃうからな、うん、いやすごいな。僕あれ山とかねすごいそのサバイバルしてる時はね、あの時はね本当ね土の子もいたりとかしてね。あれ土の子、はい、あれ戦場カメラマンの方ですか？いや、僕はね、僕ですか？あ、皆さんこんばんは。藤岡弘。藤岡弘かよ。ちょっと渡したいものがある。なんだって？さすが。さすが。ありがとう。なんで？なんでなん？痛い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 。え？なんでなんでなんで？めっちゃ食らうやん。自分のめっちゃ食らうやん。めっちゃ体力ね削れるの早い。いやこれまともに当てられたらマジで強えな。ってびっくりしちゃった俺。もう一個出た、もう一個出た、スティングボム。実証した。玉がまずもう一個出た。もう一個出た？サールマル。もう投げまくってもう。確かに。一体毒ガスの海に？確かにそれいいね。釣り毛やばくね？あ大丈夫。やった。五個までしか持てねえのかよ。あ食らってる食らってる。ダウンダウン。あ、手前、オッケー、ふぅー、おー、ナイス。あ、飛んでくるよ。おらおらおら、撃て。おら、撃ち落とせ、撃ち落とせ。あ、戻った戻った。家に帰れガキは。あ、でもあいつらも飲まれてる。アンチアンチ、あいつも飲まれてる飲まれてる。あ、いけるいける。今こそワンダーグレネードの時、いけ、臭いグレネード。これは効いてる、絶対。おー、効いてる。やった、ダウンした。ナイス。これは臭いグレネード強い。臭い玉すごいぞ。臭い玉強い。ここで場面はすごいすごい。めっちゃ効いてた今。めっちゃダメージ入った今。よっしゃ、みんな詰めるぞ。オッケー、ワンダウン。最後上勝負か。おーやったー、やったー、勝ったー、よかったー。いや今のはね、よかった。臭いボムのいいところを生かせたんじゃないかなと思います。あれ結構あえてきつかったぞ、臭いボム。あれね、じわじわ食らって、レースを保てる。